サウンドライフ。あ、絶対景色いい気がする。こっから目閉じますね。こっから目閉じるって浅間さん連れてって見えないから。どうする、崖から落ちたら本当にこれなんかね、普段の形に混ぜてるんですよ。こうやっていくわ。走る、怖い。だってどこにダンスあるの？あ、ないんだ。まだ？あとどんぐらい？怖い。いい？まだ？え、待って、怖いんだけど、いい？いい？キュンキュン？すごい！綺麗！ダム？ん？いや、これいいね。展望スペースのところで喫煙所があるね。あさまさん、あれなんですか？下れんのかな。俺いつもここ下れんのかなってずっと思ってたんだけど。山田君、行ってみる。行けるかこれ。山田君、山田君、山田君、なんか結構な道なりっぽいからやめとく。なんかすごい。虫出てきそうだからやめとこう。虫出る、多分。山田君、虫出る。でもちゃんと使わないと。紳士、出張、出張。先行って虫の餌食になってもらって後から行きます。貴重、貴重者の方にね。貴重者、貴重者、貴重者、貴重者
切って見てないってことだからね。切って見てないってことだから。いいです。いいです。これ全部全然わかんない。全然この地図入ってこない。結構下って千曲がるね。結構じゃない。行きますか。雑だな。あれだけ視聴者の方に、非聴者の方に。雑すぎじゃない？もう疲れてんだね。いや、なんか私のせいにされた。なんで？え、行くって行きますよ。行く、いい、いい。虫いるから。健太君、ここは何を してた場所ですか？これですか？これはイベントイベント、俺はイベントっつうか、あの花見の時期にここでよく回したりしてますよね。スピカも来てで、今市役所の人に怒られるっていう。あ、無許可で。無許可で。昔は何をしたところですか？昔ここお城があった場所かな。スポットだよね。でも、もう女子高生とかがね、ワンサカいた。もう6時過ぎると。昔昔ね、当時だよね。ちょっと待って、違うかな。いや、ほんとほんと、あのやっぱこのベンチで。もっと前、大昔。お城が建った頃は、ここは何したところですか？わからないです。そうですか。何やったところですか？これは確か、あれですよね、馬から弓を引いて、確かそんなような練習する。馬から弓を引いて、指馬から弓を引いて、なんだっけ、やぶさめじゃない、やぶさめでしょ確か。ああ、確かそんなような感じだったような気がします。馬から弓を引いてっていうのはなかなか想像に難しかったけどね。馬のどこに弓ついてるかって。毎回思うんですけど、カメラマンさんの方が知識がある、やっぱり、ね、カメラマンさん知識すごいからな。これも、まあ、あのターキンって言うんですけど、通常ターキン、ちょうど中、そうそう、トイレも中にあるし、結構ここでも匂う感じのトイレだよね。匂うタイプなんです。知識、そういう知識はいない。知識勝負とかいらないかな。でも高校の時であれだよね、高校生ぐらいですか、数年前は溜まってたよね。女子高生とか結構ね、カップルがめっちゃ溜まってた、ね、ここに夜、もう夜来ると、あ、カップルみたいな感じだったけど、今もそういうのがなさそう。ここに、あ、馬って書いてある。オープンザエアで挨拶する。どこ行ってる？おでん売ってるとこだよね。おでん有名なんですか？ダチョウクラブみたいな。ダチョウさんの方でいいですか？全然違う。やった。ちょっとちょっとドヤで後ろがいた。おでんって書いてある。
がきつすぎてちょっと上がっちゃってる息が。こっち行くの？こっち大変だよね。そっちに本丸がないかなって。狭いから大丈夫。あっちから歩きません。あ、前通り。大きいの。そうだよ。めっちゃ笑ってる。俺が代わりにやるか。はい。おいさん。ルナだよ。やんないというの。やってみてやってみて。今見本見せたから。見本見せたから。やってみてやってみて。絶対しらける。いい、全然全然面白いから。こいさん、クーナだよ。行こう。あれだよね、大変だよね。毎回カツラで髪型変えるのどうですか。やりましょう、やりましょう。やりましょう。カツラね、無理カツラなんだよ。今日もカツラなんだけどさ、これ蒸れちゃって、ダメ。蒸れちゃってる、結構。カツラなんですか。カツラ、自前。自前。うわ。いや、行くよ。俺 100% でやるからさ。下来る前にやる。サンノモンさん、フューナだよ。この 100%。100%。まあ、俳句園楽しかったよね。楽しかった。楽しかったっていうか、なんていうか、まあ、俳句が楽しかったよね。俳句読めてなくて。漢字が苦手です、ね、漢字が苦手ですよね。習字は得意なんだけどね。はい。じゃあまた、今度は動物園でも行きますか。動物園もあるんで。動物園、はい。今日回れなかったんで、またじゃあ次回。いや、なんかこの動きしてですね。好きでしょ、好きでしょって自分で言うのもあれだけど、まあとりあえずまた来ましょう。はい、これなんか広いんで結構。あのチャンネル登録よろしくみたいなやつもお願いします。いいです。じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。下にリンク貼ってくお願いします。いやだからまたここで会おう。いつだって楽しきゃいいだけならば、なんだかんだ言ったってみんなにも朝まチャンスの音があるだろう。